新型グレーン86が話題です。そんな86には、オープンモデルなど、市販化されなかった幻の86があったのです。フルモデルチェンジ話題の86、初のフルモデルチェンジで2代目に進化したトヨタ、86が姿を現した。ところで、86といえば、これまで初代モデルをベースにした何台かの派生モデルが、モーターショーなどで公開されている。 今回は、そんな、市販されなかった幻の86を紹介しよう。市販化予定だったオープンモデル FT-86 オープンコンセプトとして2013年のジュネーブモーターショーで世界初公開されたモデル。ルーフを電動開閉式のソフトトップとした4人乗りオープンカーだ。このモデルは1台だけ作られた。 ワンオフではなく、初公開から半年後の2013年の東京モーターショーでは、ベース車を左ハンドルから右ハンドルへと変更した上で、ボディカラーをホワイトから赤にイメチェンして、日本公開されているリアフェンダーやトランクリットなど B ピラー以降は、もちろんのこと、オープン化に合わせてフロントウィンドウ周辺は、標準車と異なる専用設計。 トランクリッド上には、クーペモデルとは異なるハイマウントストップランプも追加されている。ショーカーながら、実際に、ホロの開閉も可能に作られていて、ルーフからトランクへ、滑らかにつながるホロを畳んだスタイルもエレガント。市販車と言ってもおかしくないほどの完成度だった。何を隠そうこのオープンモデル。当時86の開発責任者を任されてた。 トヨタ自動車の多田,田哲也氏によると、真剣に市販化を検討していたのだという、市販モデルの生産を担うパートナーとしてトヨタとプロジェクトを進めていたのは、オーストリアのマグナ・シュタイヤー社。同社は、初のトヨタブランドの市販モデルとして、現行、スープラの生産を担当しているが、実は、トヨタとの共同プロジェクトは、スープラが最初ではなく、 この86オープンだったという、そんな経緯もあり、このオープンモデルは、コンセプトカーも市販を前提とした作り込みが施されていた。しかし、実際に発売されることはなかった86の派生モデルだ。スタイリッシュなシューティングブレイク。2016年5月、オーストラリアで公開されたのが、86シューティングブレイクコンセプトだ。シューティングブレイクとは、 スポーツカーをベースに作られた3ドアのツーリングワゴンを示すジャンル。この車はいわば86のスポーツワゴンである。ルーフを伸ばした車体は B ピラー以降だけの変更だけかと思いきや、よく見ると B ピラー付近でも標準車とはルーフの高さが違うことがわかる。積載性だけでなく鉱石居住性も高められており、鉱石頭上空間が 約10センチメートル増しているとトヨタは説明していた。比較やデザインはトヨタのオーストラリア現地法人が担当し、制作は日本で行われた。オーストラリアの公開後、日本のイベントでも実写を公開。当初は完全なるショーカーとして展示だけを目的に制作される予定だったが、実際にはしっかりと走れるように、車体合成や、 ハンドリングもしっかりと確認しながら作られた自動車メディアにサーキット市場までさせていると聞けばその完成度の高さが理解できるだろう市販を前提としておらずあくまで純粋なコンセプトモデルだがトヨタ自身が制作しただけにクオリティは抜群で実際に発売されてもおかしくない水準だった何かと話題のターボがあったオープンモデルに続き シューティングブレイクの提案とトヨタは初代86の様々な道を模索していたことが理解できる。しかし、86といえばやはり走りだ。何を隠そうトヨタ自身も86の高性能モデルを提案し実車を公開しているオープンやシューティングブレイクがお披露目されるよりも前の話だ。市販モデルに近い十六のコンセプトモデルである。 FT862 コンセプトを初めて公開されたのは2011年3月のジュネーブモーターショーだった。しかしその1年以上前ともなる2010年1月、東京では86を示唆するモデルの高性能仕様が公開されている。それが FT86G スポーツコンセプトだ。発表の場は日本国内において東京モーターショーの次に 大きな自動車イベントであり、カスタマイズカード祭典でもある、東京オートサロン。現在のクレームのルーツとなる、G スポーツというスポーツブランドの立ち上げと同時に、公開された車両である、市販モデルの86が公開される前とあり、FT86G スポーツコンセプトのスタイリングは、市販の86と異なる部分も多い。しかし、 基本的なパッケージングやフォルムは後に市販されるモデルと同じで何より社名にも86が含まれているベースとなっているのは前年2009年秋の東京モーターショーで公開された市販モデルを予告するコンセプトカーの FT86 だった FT はフューチャートヨタの略で将来のトヨタ車を意味する G スポーツコンセプトは 東京オートサロンという場にふさわしいカスタマイズの提案だ。ボンネットや大型ウィングなどのカーボンパーツの採用。そして前年の東京モーターショーとは異なるレーシーなデザインのフロントバンパーの装着。スタイリングからしていかにもチューニングカーといった佇まいだが注目はエンジン。なんとターボチャーが追加され、86の 高出力モデルの登場を予感させたのだった。ワイドフェンダーの GRMN スポーツ FT-86G スポーツコンセプトの公開から3年後の2013年、東京オートサロン、トヨタは再び86の下級機付き、高性能バージョンを用意した。それが GRMN スポーツ FR コンセプトプラチナムである。ワイドフェンダーの装着で 95mm も、 全幅を広げ、ヘッドライトやテールランプすらノーマルと異なるスタイリングはまさにチューニングカーの風格。一方でフォルムは明らかに86だが、社名には86と入っていないのは興味深い。ところだグレーンは20年前にスープラが持っていたスポーツカーの憧れや、 輝き、その思いを現代に蘇らせたハイパフォーマンスコンセプトカーと説明している。エンジンは、なんとターボに加えてスーパーチャージャーも追加したツインチャージャー。目標値として 330PS という出力を掲げている。ここで紹介した4台の86派生モデルはいずれも市販はされなかった。しかし、実写デビュー前の FT86 G スポーツコンセプトを除く3台は実際に走行も可能。86をどう活用するかいろんな提案が行われたことが理解できる。果たして新型86ではどんな派生モデルが登場するのだろうか